皆さんご機嫌ですか？どうもキボです。今日はこの動画を見てくださってる皆さんだけに誰にも言えない僕の秘密を話したいと思います。実は僕、いやちょっと待てよ、僕は今誰にも言えない秘密を話そうとしている。この話は僕にとってはとても大切な話で、誰にも今まで言ったことがありません。しかしこの秘密を話してしまった時点でそれは誰かに言ったことになるんだから、それはもう誰にも言えない秘密ではないんじゃないか。それはもう誰かに言ったことになるんだから、その時点でもう誰にも言えない秘密ではなくなってるんじゃないか。ということはつまり僕が話せることは誰かに言える秘密であって、誰にも言えない秘密ってのは永遠に決して誰にも話せないんじゃないか。もちろん必死に隠していたつもりなのに誰かに暴かれてしまうようなことがあれば、それは誰にも言えない秘密を人に知られてしまうっていう事実は成り立つと思う。しかし自分から言うことは決してできない。なんだかものすごいことに気づいてしまった気分だ。しかしどうして人は何か説明するとき気候法を打つんだろう。というわけでおそ松くんの人生の末路が悲惨すぎる件について突っ込んでいきたいと思います。おそ松くんといえば赤塚不二夫原作の日本では超有名漫画ですよね。昔の漫画っていうイメージがありますが、近年ではおそ松さんとしてリメイクされ、腐女子を中心に再ブレイクしました。しかし皆さん、おそ松くん連載終了後の公式が発表したおそ松くんのその後についてご存知でしょうか？赤塚不二夫、あの有名キャラクターは今、わーい、みんな治ってよかった。あれから27年も経ったのか。どうやら連載終了27年後のおそ松くんの世界みたいです。チビタも老けたな。猫ひげみたいなやつがほうれい線になってるね。そういえば今みんなどうしているのかな。27年後何してんの、めっちゃ気になる。昭和45年3月6日、ムツツゴ一家、初めてフグ料理を食べ、全員中毒死。まさかの主人公6人全員死んだ。ちょっと待って、こんな有名キャラクター殺しちゃっていいの？しかも一人残らず。生まれた時も死ぬ時も6人全員一緒かよ。あんたら、ムツツゴの鏡や。主人公全員死んだけど、じゃあ他のキャラクターどうなった？昭和46年1月8日、イヤミ、思想濃漏で死亡。また死んだ。いや、死因思想濃漏ってなんだよ。前歯か、その前歯のせいか。昭和50年12月8日、ダヨーン、ギネスブックに挑戦、コニシキを飲み込めず窒息死。やっぱり死んだ。コニシキって何？あのコニシキ？同年12月9日、ハタボウ、ハタに落雷、黒焦げになって死亡。ハタさえ刺さなければ。まさかハタボウがこのハタのせいで死ぬとは。昭和53年4月1日、トトコ、ダイエットに失敗、拒食症になり、体重3キロまで下がり死亡。ミイラもびっくりだよ。よく3キロまで生きてたな。トトコ、多分周りが死にまくって精神的に病んだんだろうな。昭和55年8月6日、デカパン、形状記憶合金のパンツに履き替え、金玉をすりむき破傷風で死亡。死に方がえぐい。作者よくこんな死に方考えたな。デカパンを愛しデカパンに死ぬ男、その名はデカパン。昭和63年1月1日、赤塚不二夫、重症のアル中にかかり、漫画が描けなくなり自殺。おい、なんだこれ、これでいいのか。これでいいのだ。